ジャグバンドって飛びとか全然 OK ですので、なんか楽器したかったら皆さん飛びってください。あ、ジャグバンド。もともとね、ジャグバンドというのは何だという話になるんですけどね、黒人のね、音楽なんですけど、楽器が買えない黒人が始めた音楽で、日常にある雑貨品で始めた音楽ですね。皆さんから右手、左手をご覧ください。この金妙手ぶりな楽器、これはね、なんとね、アメリカの洗濯板なんです。日本でも昔木の洗濯板があったと思うんですが、アメリカなのでこれはカナダライン、カナダラインで金でできております。それにパーカッションをつけて鳴らしております。で、皆さんから向かって右手のあれはどう見てもバケツではないかと。バケツ、この通りバケツなんです。でもバケツにワイヤーを張ると、なんとウッドベースのような音が。で、これはベースとして使います。このようにね、家庭にあるものでやってるんですけど、もともとはね、ジャグって言葉がね、水差しという意味です。これがね、水差しなんですけど、水差しを吹くとこういう音がします。ってことから、あれなりませんね。じゃあちょっと模範演技を。これね、昔皆さんラムネのビートでされたと思うんですけどね、息を吹き込んでこう帰ってくる音が、船の警笛のみたいな音、これをねベース代わりにして始めたのがジャグバンド。それで日常品を合わせて楽器として使っておりました。結構ね、疲れる。この辺血管注意しないと切れちゃうんで。で、今日ね、ちょっとニコニコジャグバンドに助っ人の仕方が来てくれてまして、後ろの方にちょっと演奏してもらってるんですけど、左の方から言うと、クラリネットとクラリネットのリコーダーです。三振の演奏とかしてくれます、タナさん。今日はね、ラッキーですよ、皆さん超豪華メンバーですから。もう二度と見れないかもしれませんね。では次の曲はやっぱりね、ちびっ子がちょっと集まってきてくれたので、やっぱりちびっ子の知ってる曲をやろうということで、隣のトトロから散歩という曲をやります。
じゃあ続けてアンパンマンの街を、はい、アンパンマンの街危ないアンパンマンです。はい、あのちっちゃい子アンパンマンだよちっちゃい子アンパンマンです。その辺のね、ちっちゃい子、皆さんアンパンマンを聞いていてください。うちのちっちゃい子アンパンマンですよ。あ、お父さんお母さんもアンパンマンですよ。はい、あ、アンパン。食べてもらえ。いきます。ワン。